卓球 WTT ユースコンテンダードバイ2024日程2024年10月14日から10月17日場所ドバイ UAE16 日 WTT ユースコンテンダードバイ2024は大会3日目を迎え U19 女子シングルス予選が行われた U19 女子シングルス予選には U17 女子シングルスに続いて花澤佳リ精査中」と香取リ・子 精査中が参戦香取は第1試合からデュースの多いフルゲームの激戦となるも最後は決めきって勝利続く第23試合も競り合いを制す勝負強さを見せ3戦3勝で予選を1位通過また花澤は予選の第1試合を不戦勝第2試合は合計2点しか失わない完璧な試合を見せ全勝1位で予選通過を決めた 花澤と香取が U17 女子シングルスに続き、揃って U19 女子シングルス本戦出場を決めた。16日日本選手試合結果、U19 女子シングルス予選、ゼロ花澤花林、精査中3、3のゼロマリアム YOUNES、エジプト。ゼロ花澤花林、精査中3、3のゼロアスマ。